ホームズ軍はアメリカ合衆国オハイオ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は42,366人であり、2000年の38,943人から8.8%増加した。軍庁所在地はミラーズバーグ村であり、同軍で人口最大の村でもある。ホームズ軍は1824年に古職トン軍、 タスカラワス軍、ウェイン軍の一部を合わせて設立され、翌年組織化された。軍名は、米英戦争で戦死した軍人アンドリュー・ホームズに、ちなんで名付けられた。オハイオ州北東から中部には、約3万6千人のアーミッシュの町があり、ホームズ軍と周辺軍に固まっている。その数は、アーミッシュの町として、世界最大である。地元では、アーミッシュカントリーとも呼ばれ、 多くの観光客を呼び、地元経済にとって重要な要素になっている。ホームズ軍は1824年1月20日に、コショクトン軍、タスカラワス軍、ウェイン軍の一部を合わせて設立された。軍名は、米戦争時の軍人アンドリュー・ホームズにちなんで名付けられた。南北戦争の時、ドイツ出身者の多い地域で小規模の暴動が発生した。ホームズ軍は、 ペンシルベニアダッチが多く、またドイツからの移民もその近年に入っていたので孤立したような地域となっていた。民主党支持の強い地盤であり、徴兵について賛成を唱える者は少なかった。地元政治家は徴兵法が地方自治を侵犯していると考え、リンカーン大統領やアメリカ合衆国議会を横暴だと非難した。1863年6月、 小規模の暴動が起こり、アメリカ陸軍が武装部隊を送って鎮圧された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は423.98平方マイルであり、このうち陸地422.53平方マイル、水域は1.45平方マイルで、水域率は0.34%である。ラバを使って畑を耕すアーミッシュの農夫以下は二千年の 国勢調査による人口統計データである。ホームズ軍は家庭で英語を話さない住民の数がかなり多い。2000年国勢調査によればほぼ36%は家庭でペンシルベニアドイツ語あるいはドイツ語を話し、さらに7%がオランダ語を話している。人口の42.92%及び5歳から17歳の子供の50.28%は 同期三言語のいずれかを使っている、アットホーム。ホームズ軍図、ホームズ軍田園部で馬に引かせた四輪馬車に乗る、アーミッシュ夫婦、ホームズ軍は、下記14の軍区に分割されている。ありがとうございます。